イキャス一応こちらで。あ、これで。はい。ちょっとパソコンの方が不調なので、コメント多分表示されるはずなので。リッキー、次回のレッツ深呼吸。はい。暑いね。ね、めっちゃ晴れてるじゃないですか。じゃあ7月、うん、今日は4日、うん、アメリカの独立記念日。そうですね。あ、そうですね。ですね。はい。いやなんかね、台風が近づいてるって言って、ちょっと心配してましたけど、ね、あっという間に行っちゃったね。本当にめっちゃ晴れてますけど、贅沢ですよ、この青空、本当に。いやもうあのツイキャス見てる人はこの暑さの感じで分かると思うんですけど、はい、まだ日差しがね、高いね。本当に日焼けの周りも見てないけど、大丈夫かな。6時でこの暑さ、やばい。テンション上がりますね。ね、この天気は気持ちいいね。うん、あの台風一過ってよく言われるけど、うん、青空が気持ちよくて、うん、ね、まあ7月に入って最初の放送なんですけど、はい、まあ、今月はね、あの、まあ、うちのスポンサーでもあります、プレミアムウォーターの、はい、あのプレミアムウォーター月間ということで、月間、うん、あのまあ。今月の25日には、代表の大坪社長がね、来られますけど、それまでの、まあ、放送の、まあ、前半ちょっとね、あの水に関するちょっと知識的なもの、話題的なものをね、はいはい、お話ししながらあの進めていきたいなと思いますね。はい、いや、ね、あの何7月、まあ、梅雨明けてから、はい、めちゃくちゃね、あのくそ暑いんだけど、うん、あの巷ではね、なんかインフルエンザが流行ってるらしい。え、そうなんですか。信じられないでしょ。はい、意味が分からない。僕の友達2人ダウンしてて、なんでと思うんだけど、まあ、今はもう関係ないみたいね。時期とか、やっぱクーラーはね、あの空調設備もね、だから整ってるし、ね、菌がね、そのまま残ってるんだもんね、うんうん、ダウンしてるよ。中とね、外のやっぱ気温の差も激しいから、そういうのもあるんですかね。うん、まあ、それで体調不良っていうのもあるんだよね。免疫がちょっと弱ったりとか、だるくなってる、うん、まあ、うちの家はね、あのちなみに、もう3年前から、うん、あの梅雨に入ったところにエアコンはかけっぱなし。ね、言ってたよね。だからずっともう、あの、ミキさんが言ってたから、夏が終わるまでずっと24時間ずっとかけてます。ずっと一回も消さないの？消さない。お家出るときの？うん、消さない。でもその方が電気代はあれなんだよね、安いんだよね、うん、最初にそれネットで見て、うん、本当かなと思って、うん、3年前にこう試してみたら、うんうん、変わんなかった。本当電気代ずっとかけっぱ。確かに、あのこれやっぱりあの電気に詳しい専門家の人によると、はい、あの最初に冷やすこの電力がすごいパワーが出ます、うん、だからつけたり消したりすると、うん、逆にね、電気がバーってパワー使って、うん、例えば25度を設定したら、まあ室温、室内が28度だったら25度まで全体冷やすためにすごい電力使う、うん、あ、まあ、そういうことか。そこから落ち着いたらそんな電力使わないらしい。それをつけたり消したりするからさ、うん、しょっちゅうそれをやると、うん、あのつけっぱなし あの電気料金と変わらないっていうことが俺はあの実証できたから。あ、ずっと夏の間ってことでしょ。でプラスアルファ、まあ、梅雨になると洋服もダメだったりするじゃん、あの、はい、かびたりとか、うん、だそういう意味でもあの経済的にいいと思う。まあ、あの今聞いてる方は試しにやってみてください、うん、でもその情報助かる、ね、ネットでも調べてみて、うん、あのまあ、僕はもうそれでずっとね、うん、夏の間はつけっぱなしで、まあ、帰ってきても気持ちいいんだよね、うん、ひんやりしてあの肌もサラサラするし、そうなんだね、そう、うん、そういう感じで、だからするとね、まあちょっと裏かもしれないけど、あの冷え冷えのマットってあるじゃん、はい、あのニトリとかで宣伝してる、うんうん、あれね、うん、あのあ、リキさん最近購入したんだよね。欲しいなと思って、うん、で行ったらかなりこれまたさらに最新型が出てて、うんうん、3段階ぐらいあるわけ、うん、でめちゃくちゃこの、あの、まあ
なんとかクールってやつの一番すごいやつ、うん、眠るやつだよね。あの下に敷く、マットと、うん、あの枕カバーを、うん、あの新調したわけ、うん、2週間ぐらい前に、うん、そしたからでクーラーは効いてるし、うん、でこれも冷え冷えだから、うん、もう体が冷え切ってからさ、へ、逆にだから室温を上げるじゃない、うんうん、さあ節電になるわけさ、うんうんうん、まあ、これリトリで、まあ、3、4000円ぐらいで買ったんだけど、うん、で温度設定もう1度ぐらい上げたら、うん、もう全然冷え冷えの状態で OK だから、もう帰って節電だって、うん、すげえ効くよ。だから冷え性の人は、うん、あれ最高のやつはちょっと本当にあのもうクーラーも入れなくなるぐらいかもしれない。暑がりだからね。まあまあ俺はね特別に汗っかきだからさ、うん、まあまあちょっとね余談として、はい、もう今日はねあの今日のゲストさんは、はい、あのサトリーヌ藤原さん、ね、そうなんです。あのテンション上がるよねこれね。まあ、知ってる人は知ってますし、うん、もう沖縄でもあのテレビラジオとかね活躍されてますし、うん、あの東京出身なんですけど、はい、あの本当に全国的にね活躍されてる方で、うん、あの沖縄にはなんかすごい縁があるらしくて、うん、しょっちゅうね来られてて、はい、でまあ何度かパーティーで会ったりとかね、フェイスブックでもお友達になってて、はい、共通の知り合いも多かったんで、はい、あの一度ラジオに行ってことでお誘いしてから、はい、まあ、今回沖縄に来てる間にと、はい、いうことで今日が実現しました。あざすね、あざす。なんか女性はね占い好きっていうしね、うん、テンション上がります。なんか今日の番組またいろいろいろんな面白い話題がね、はい、あるかもしれないんで、楽しみにね聞いてみてください。あの番組中にもしあの質問とかそういったのあれば、どんどんね、あのメールかツイキャスとかでもね、はい、送っていただければと思います。はい、はい、FM ギラワンレッツ深呼吸、この放送はプレミアムウォーター、オーシャンビューネルカフェ高校レジャークラブ、かくれんぼクラブ、ワインバーセントマリノ、ビアガーデンビーサイドの提供でお送りいたします。もう間違ったよね。レジャークラブ、かくれんぼクラブ、レジャーホテルだろ。CM 流します。はい、ミキさん大丈夫ですか。深呼吸の、はい、7月4日、はい、今日のゲストは、サトリーヌ藤原さんです。よろしくお願いします。いやー、はい、暑いでしょうか。暑いですね。めっちゃ色白いんですよ。焼けないんですよね。焼けないんですね。なかなか、あ、体質的に赤くなっちゃうんですよ、うん、今回は、はい、何日から沖縄入りしてるんですか。6月の28日ですね、うん、28、29、30、1、2、3、結構いますね。そうですね、6日まで、明後日まで、明後日まで、はい、また明後日もね、なんか
テレビの収録とかも、ね、あるらしくて、その日に放送されるかどうかは分かんないですけど、もう本当に沖縄でもね、ラジオ、テレビ、あの大活躍ですけど、はい、あのね、沖縄でもきっかけっていうのは、沖縄の縁のきっかけっていうのは、もともと沖縄が好きで、何回も旅行で行ったりとかっていうのはあったんですけど、まあ、一番大きなきっかけ、震災の時に、2011年の3月11日の震災の時に、はいはい、まあ、一時的な避難のつもりでこちらに来たんですよ。で、まあ、例えば原発が、まあ、爆発しちゃったりとか、はいはい、それで、まあ、あんまりもう帰りたくないなって、ちょっとしばらく様子を見ようと思って、でその時に三越さん、当時あった沖縄三越さんで、はい、なんか占いブースをやりたいって言ってて、三越さん、それでそのお仕事を毎月1回やることになったんですね。でだん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 それが毎月になって、だんだん伸びて、1週間だったものが1週間、2週間、3週間ってなって、まあ、約2年ぐらいやらせていただいてます、うん、そんなにやってたんですけど、はい、2年間毎月物産展の時に、やっていて、最初はまあ試験的にって話だったんですけど、もうお客さんなんかたくさんこう飲みづらしさに来てくださって、はい、そうですよね。震災がじゃあきっかけだったわけですね。そうなんですよ、地震で、まあ、一番離れているところなので、あとはまあよく来てたんで、なんか沖縄だったらいいなっていう。え、その時はお一人で来れたんですか？一人で来たんですけれども、まあ、こちらに高校の時の、まあ、大親友が一応結婚して、沖縄の人と結婚していたので、まあ、なんか全然全く知らないとこに一人でって感じでもなく、うん、その方を頼って、はい、危ないからちょっと一時的に1週間ぐらいっていうことで。東京出身ですよね？あ、そうです、東京です。ご家族は置いて、はい、自分だけ避難して言うね、親にまず誘ったんですよ、はい、私と一緒に沖縄に行かないかと言ったら、まあ、そのもういい年齢だし、はい、もし何かここで起こって死ぬことがあっても、まあ、父親と母親は、はい、夫婦で死にたいので、未来がある人だけ身軽に動きなさいみたいな。でも確かに年ね、もう年老けてるから、東京から沖縄の、ね、はい、出てくるっていうのはもう相当のね、努力と体力ですよ。ですよね、自分一人ってないよね、うん、一応は相談したわけですよね。はい、誘ったんですけどでも結構ね、2011年のあの震災の時に沖縄に避難されてきた方がそのまま移住してるって多いんですよね。多いんですよね、はい、まあ、僕も北谷にその頃住んでたんですけど、はい、大きなマンションがあって、はい、でそれ、まあ、お値段も高くて、はい、なかなか売れなかったわけ、そのマンションが。半分ぐらいも埋まってなくて、ただその震災の影響で一気にババーってもう埋まったっていう現象があって、でそこの住人の方に聞いたら、やっぱりこう家族ともども避難されてきた。で旦那さんは、うん、まあ、東京で仕事があるし、うん、でやっぱ専業主婦で奥さんとかお子さんは、うん、もう沖縄に避難させて、そのままもう移住されてるって、そこが多かったですね。ほとんどがでもご家族で来てる方で、うん、ですよね、はい、まあ、それから、まあ、ね、後半はいろいろ詳しく、はい、里見さんにね、はい、伺ってきますけど、はい、今月はね、はい、まあ、プレミアムウォーター の、はい、月間ということで、はい、ちょっと水に関するね、はい、話題も、まあ、いろんな考え方がお持ちだと思うんですけど、はい、お水とかこだわってます？里見さん。私結構水に限らず、そうですね、口の中に入れるのでこだわった。おー、はい、無農薬とかいろんな無農薬とか、例えばこう、まあ、何々病にも効くとか、体温める際とか、そういうの、はい、こだわってますね。お水は、はい、特にどんな感じですか？まあ、最近だと水素水とかなんかいろいろあると思うんですけど、うん、やっぱその震災の時にやっぱりこういった浄水器というか、うん、こういったウォーターサーバーみたいなもの、うん、一気に売れてたんで、うん、はい、
飲んでましたね、うん、やっぱりあの東日本震災もそうだけど、はい、まあ、最近記憶に新しい熊本の大分熊本震災でも、うん、やっぱり一番は、はい、あの水に困ったらしいね。そうですね、うん、やっぱりあの水だって、うん、この、まあ、電気とかあのこのライフラインの中で一番水なんだよね。そうですね、飲み水もそうだけど、うん、まあ、衛生面の水とかだったりとか、そうですね、まあ、特にまあ、そうさせてあらう、うん、そう、これはあの実際経験した人じゃないとわからないというか、ただあのボランティアで震災にね、はい、あのボランティアで行ってる方に聞いても、はい、まあ、水が一番だって言ってましたよね。まず水が売り切れてたんで、うん、ですから、まあ、この、まあ、プレミアムウォーター、このボトルウォーターも、はい、あの西日本地区沖縄エリアは、ね、はい、阿蘇の地下水なんですよね。で東日本から伊北、はい、まあ、北海道までは、富士山の、はい、富士山麓の地下水という形で、あの、まあ、沖縄の場合はあの熊本の地下水の天然水が、あの、入ってるんですけど、まあ、今上に植えてるイロハス、あれも天然水で、まあ、それがご家庭でそのままサーバーで、飲めるっていうものになってるんですよね。あのこれはまたあのボトル12リットルのボトルが来ますので、はい、それあの備蓄にもなるっていうことで、はい、いろいろ今あの、まあ、いつ何時、ね、何があるか分かんないから、あの避難用のシェルターとか、うん、そういったところにあの備蓄用を貯めて、でそれをずっと置きっぱなしじゃまずいから、はい、その備蓄用をこのあのサイクルして回していくみたいなね、そういう風な使い方すれば、はい、常にね、新しい状態というか、それが保てるということで、その辺もいろんなあの行政レベルでね、はい、あの考えてるみたいですね。いざという時にもうなかなかね集まらないし、あのあっという間になくなって、熊本の場合でも、うん、そのお水を、まあ、近隣のね福岡とか、宮崎で大分、いろんな鹿児島からあの水を持ってくるときに、はい、あのお熊本に近づけば近づくほど、あの500ミリのこのペットボトルの値段がね、はい、どんどん釣り上がってたみたいや、あないから、そうだと思うんですよ。地震の時って水を頭に埋めちゃって、ね、うん、水を送ってくれって言われてましたね。そう、水をねどんどんあの買い占めてさ、まあ、福岡から例えば出発したら、うん、大型トラックであのもうやっぱりその店にある分も限られてるから、どんどんこう買いながらこのトラックに移動するじゃない、熊本に。で熊本に近づけば近づくほどもう値段が高くなっていって、あのまあ後々ね言われたのは、こういうやっぱり震災の時にあの値段上げるってどうかなみたいなねこともいろいろ言われてたんだけど、まあそういったね商売、うんになっちゃう場合もあるし、まあとにかく水は人間の体の、ね、中でかなりのパーセンテージを占めるから、そうです、ね、赤ちゃんで、はい、あの 75% らしいんだけど、で、子供が、まあ、70% とかね、大体大人平均で 60% とかで、高齢者になると 55% とかね、そういった体の体内の水分量というのがそれだけあの年齢でも違ってくるんだけど、まあ、我々は大体 60% ぐらいだろうね。60% 水でできてるよ人間は。なんかすごいよね。ね。体重の6割。体重水でできてたんですね。すごいよね。すごいです。だからやっぱりいい水を飲むだけ、うん、それだけねあの体の中のこの代謝とか。うん、細胞とかでもいいんだよね。そうですね、うん、まあね最近ではいろんなものが出てるからね、この辺は、まあ、あの個人レベルで、全くあの水に関する意識っていうのは人によって全然違うんだよね。水道水でも全然いいよとか構わないよっていう、うん、気にしない人もいれば、あの、まあ、僕みたいに二十歳の頃から水道水なんて飲んでないから、水道水酒ってやっぱり怖いですよね。
なんか独特の味がしますよね。うん、まあ、言われてるのはね、沖縄の場合は、はい、そういう石灰、うん、石灰石っていうかな、それだと溶け込んでたりとか、うん、あと、まあ、残留塩素かな、塩素で消毒してるんで、はい、うん、じゃあその辺もちょっと問題、うん、してるっていうかね、まあ、お子さん、ちっちゃいね、赤ちゃんは特に 75% が水分なんで、はい、やっぱりお水はね大事だと思うんだよね。そうですね、まだ免疫もできてないじゃない。うん、そういったことでね、天然水選ばれる方も多いみたいですね。うん、まあね、今月はちょっとまあ、お水いろいろまた持ちますの高橋社長とかもね、はい、専門家物理学者も来るんで、そういう話をちょっとやりたいなと思うんですけど。思いますね。はい、はい、ということで、ね、はい、ここからは、ね、サトリンさんの、はい、実際のこの、はい、なんていうかな、サトリンさんはどういう人なのかっていうところをちょっとね、はい、今バンバン聞いてるラジオ聞いてる人も、はい、何人だろうとかどういう人なんだろうハーフではないですよね。ハーフじゃないです、日本人です。もでもハーフっぽい顔で ね、いや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 、薄いって言われてます、うん、でメインは、はい、フォーチューン、そうですね、占いですね、占い、ですね、はい、占いはあるんですか、いろいろあるじゃないですか、ハロットだったり、まあ、手相だったり、はい、まあそうですね、私の場合は東洋と西洋と17種類やります。17種類、はい、タロット、収益、ホロスコープ、中水命、うん、風水、手相、生命判断、うん、まあ、ジプシーカードとか、まあ、いろいろあるんですけど、両方やります。それっていうのは旧正規学、はい、じゃあお客様の希望を聞いてやるのか、はい、それとも、はい、あなたにはこの占いがいいねっていう感じでやるのか、まあ、基本的にはどういったことが知りたいかによって、じゃあこの戦術を使おうとか、細かいことだったらタロットで、うんうん、そうですね、引っ越しに関することだったら旧正規学と風水とか、はい、細かいことはタロットなんですね。そうですね、例えば何年何月とかそこまで出るんで、うん、何日後とか、細かいことはタロットとかで見た方がいいですね。へー、すごい、うん、一番得意としてるっていうか、一番よく使う占いっていうか、まあ、でも基本女性がお客様で来ることが多いので、うん、女の方ってこう目の前で何かが展開されていくの好きなんですよ、うん、なのでやっぱりタロットカードが一番使いますかね、うん、手相占いとかは、手相はその細かい何年何月から何日までとかっていうのは出なくて、ざっくりと出る感じで、やっぱりこう具体的にいつって言われたい人は手相とかのぼんやりした結果よりはタロットとかその星、生年月日のものを聞いてきますかね、はい、タロットはやったことないですけど、はい、地域ある？タロットはタロットはありますね、はい、ある、うん、やっぱ女性は一通りあるのかな、うん、あると思います、やっぱり女の子は好きですね、うん、なんかいろんな、ね、はい、絵があって、はい、それが逆さになったらどうかと。そうなんですよ、なんだろうね、はい、トランプなんですけどね、うん、トランプと一緒なんですね、実際は、うん、はい、こういうの全部勉強されての、そうですね、もう毎日やってましたね、勉強、本読んで実践して、うん、まあ先生について、うん、はい、元々なんだろう、引きが強いとか、うん、そういったのがあってもこの道に進む、そういったものでも、いやー、元々は趣味でやってたんですけど、なんかだんだんやってやってとか、うん、あれなんかそうなったよとか言われて、なんかやるつもりないのにこの仕事になんかなってったって感じですかね、はい、趣味だったんですけど、はいはいはい、やっぱりすごい私もオタクなので、はい、うん、掘り下げていろいろ、すごい、17種類、17種類ですね、はい、沖縄でも、ね、28日から今回来られてるってことなんですけど、はい、ね、 お、はい、お店の方と
そうですね、交渉して、はい、そこで何時から何時までっていうふうにやったりしてましたよね、はい、してますよね、今ね。なんか那覇の肉創作居酒屋、うん、なんか鹿マス屋さんっていうところで、まあ、今回はイベントっていう形なので、うん、お一人様10分とか15分とかそれぐらいになっちゃうんですけど、うん、まあ、居酒屋さんに来店された方の占いをちょっとやらせていただいてます、うんはい、10分15分を、はい、格安1000円ぐらいで、まあ、そうですね、やっぱりイベント形式なので、うん、パパパッとこうね、とりあえずやってみたいって人もいると思うので、うん、なんかそういう形でやらせていただきます、うんはい、結構喜んでくれたんじゃないですか。あ、まあ、満席になったので、あ、しかも、まあ、一人で女の子とかが来てて、カウンターに石こうなんかカウンターの席も埋まったんですけど、はい、その間は、はい、もう鹿松屋さんって、はい、なんかね、和食の料理屋さん、居酒屋さん、うん、その間、お食事を普通にされてるってことですか。そうなんですよ、飲んでたり、ご飯食べてたり、で、隣の人と喋ってたり、なんか和気あいあいといい感じだったんですけど、うん、はい、例えば、こういうビアガーデン、うん、B サイド、はい、からね、はい、本日お届けしてますけど、はい、それまだ行ってなかったっけな、俺。すごいいいロケーション、はい、ビアガーデン。そうそう、実はね、はい、ビアガーデン、B サイドから今日もお届けしてるんですけど、はい、こういう場所とかだったら、やっぱり風があったりして、あ、大丈夫です。展開するときに、まあ、ちょっと石とか置いてこう固定しちゃえば、全然問題ないですよね。イベント可能らしいですよ。あとはまあ成人カップで、はい、うやつです。いいですね。絶対お客さんたくさん来ます、ね。ここでもいいんじゃないですか。また全然できると思います。ね、はい、じゃあ中松オーナーと交渉して、はい、ここでもね。まあ、女子会とかに、うん、女子会によく呼ばれるんで、なんか女子が集まってあれだったら喜ぶかもしれません。いいですね、女性もね、週末とか半々ぐらいいるんじゃないですか。うん、お客さんね、B サイド。男性も意外と来るんですけどね、男性の方も。例えば、例えば僕とかもすぐってできるんですか。例えば、すぐできますけど、どんなのがいいかですよね。まあ、すぐできるとしたら、そうだな、ホロスコープっていうのがあって、ちょっと丸裸にしてください。パソコンというか、スマホがあれば画面で出せるんですよ。あっちに、お願いします。はい、はい、ちょっとじゃあタロットどんな触りか。あ、タロットでもいいですけど、はい、タロット自分お願いします。どうですか、どうですか。はい、全然 OK です。ほんと GM の番組なんですか。可愛いとかんですね。出生展開図っていうのはネットで今作れるんですけど、こういうのが、まあ、知りたいかによるんですけど、今からやるのはじゃあホロスコープ。僕、占いは見てもらったことないですね。あ、これがタロットですね。リキさん、タロットチェックやってもらっていい？リキです。リキさん。お。すごい。これ、2つともタロットですか？いや、これは駅線タロットって言って、これは中国の駅。あ、こんなに種類あるんですね。これはタロットカード。これが一応、まあ、日本で私も一人ぐらいしか持ってないんですけど、ラブカードっていうのが。恋愛の場合のっていうか、どう思ってるか、これちょっと女子が好きですね。ちょっとラジオではね、はい、画面的になかなかお見せできないんですけど、ホロスコープよりも生年月日で出すやつだと、ここで混ぜなくてもパッて出せるのがあるんですね。例えばどんなことが聞きたい感じですか。じゃあ、これからの僕の、はい、今バツイチなんですけど、はい、バツにを狙ってますけど、はいはい、これからの出会いはちょっとここを見つけもいいですか。恋愛だったらタロットがいいんです。タロットがいいんですよ。おー、すいません、なんか手に、ね、いいですね。何年何月ぐらいにどういう人が現れるっていうのを今から出していきますね。そんなに細かく出るんですか。何年なんか、うん、何月から何日からこんな子が出て、その時に例えばリキさんがどう思う、付き合うことになるかならないかとか。マジですか。はい、
ドキドキ。どうしよう、リクさん、なんかチームもドキドキする。すごいね、こんなに細かく分かるって。申し訳ないですけど、こんな感じで全部